皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。5分で学習中1英語、今回は、単語のスペルと読み方の関係、これを2つ紹介します。私の周りにも、単語がなかなか読めない、スペルが書けるようにならないと悩んでる人が、生徒がいるんですけれど、どうやって覚えてるのって聞くと、単語をたくさん書いて覚える、ね、こういうんですね。まあたくさん書いて覚えるのも単語を覚える一つの方法ですけれど、そのスペルが持っている音、これをグループ分けして覚えると、たくさん書いて覚えるよりちょっとだけ楽に覚えることができますので、これを紹介します。まずこちら ALL と書いて ALL と読む、このスペルです。これを ALL と読む、これを知っているとこんなにたくさんの単語を覚えることができます。どんな単語があるかというと、 ALL の前に B をつけると ボールですよね。これが簡単に覚えられちゃいます。で、ここの前に C をつけるとコール、電話するとか呼ぶという意味の単語、こうなります。 F をつけるとフオールでフォール、秋とか落ちるという意味の単語、こうなりますね。それから H をつけるとホール、ね、シティホールなんて市役所のこと言うでしょ。そのホールというスペルになるんですね。それから M をつけます。 M をつけるとモール、こうなります、ね、ショッピングモールなんて言うでしょ。ショッピングセンターのことモールですね。それから T をつけます。 T をつけるとトール、背が高いという単語、こうなります。 W をつけると壁という意味のウォール、こうなるんですね。前に文字を一つつけただけなのに、こんなにたくさんの単語覚えられちゃうんです。では AL の部分だけ、これどう読むかというと、ちょっとこれねずるいんですけど、ここに読み方カタカナで書かせてください。オールと、ね、ALL でオールと読みますよね。で、こう AL で一番下の L がないので、このルの部分を取ります。そうすると、O が残りますよね。つまり、AL の部分を O と読む。こう覚えておきます。そうすると、T をつけて、K をつけると、トーク。こんな単語になります。これ、話すという単語ですよね。それから、W をつけて、K をつけると、ウォーク。歩くという単語になります。これね、ウォークをこれ A がなんでワークって読んじゃう人いるんですけれど、 AL の音が O という読み方だと知っていれば、そんなワークって読み方はありませんよね。ワークだと働くになっちゃいますね。これウォークですね。つまりオール、 ALL をオールという音だと知っておくと、こんなに単語ね、簡単に読めて書けるようになるというわけです。では2つ目に行きますね。OO の読み方です。OO と書いて、U または U と発音します。短い方の U の音と代表的なものは、例えば G をつけて、D をつければ、Good、ね、いいという意味の単語ですね。それから皆さんよく知っている B をつけて K をつけたら Book、 本ですよね。それから C をつけて K をつけたら Cook、 料理するという単語です。それから L をつけて K をつけたら Look、 見るという単語が出来上がります。それから F をつけてT をつけると Foot、
足という単語です。それから今度はこちらちょっと長いうという発音の方に行ってみましょう。これは M をつけて N をつけると Moon、 Moon、 月という単語が出来上がります。それから皆さん通っているのはここですよね。 School、 School、 ね、学校ですね。それからもう一つ、食事で使うスプーン、スプーン、ね、スプーン、ね、これをううと読むと知っているだけでこのような単語のグループ覚えやすくなるわけです。でもこれ 100% そうなるとは限らないんですよ。例外は常にあります。どんなものがあるかというと身近なものだとこれです。OO が入っていますけれどこれううとは発音しません。これはドア、ドア、扉、ドアのことです。それから血液も OO というスペルが入っていますけれど実はうとかうというふうに発音しないで Blood、Blood、ね、こう発音するんですね。まあこのような例外はあるんですけれどこの例外を除けば、ね、こちらの読み方の方がはるかに多いのでスペルを覚えるとき役に立ちやすい、覚えやすくなるわけですね。もちろん読みやすくなります。よろしいでしょうか。今日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこのスペルと音の関係グループ分けして覚えて、単語を簡単に覚えて読めるようになっていきませんか。ではまたお会いしましょう。さようなら。